RMA エ,エレクトラピアノはエレクトロニックピアノの一種である。RMA 368X エレクトラピアノ、音色作りに使用するタブレット1960年代にアレンオルガンカンパニーが設立したブランドロッキーマウントインストゥルメンツが発表したエレクトロニックピアノでモデル100ロキシコードの発展改良型である。電子オルガンと同様にタブレットと呼ばれるスイッチで 電子音を混ぜ合わせて音色を生成する。ピアノ、ピアノ PP、ハープ C、ハープ c p p リュートのほか、音色の減衰を伸ばすオルガンモード、パキパキとしたアタックノイズを付加するアッコセンターのタブレットを装備する。最初に登場したのはモデル300と呼ばれるもので、木製の天板と61件の鍵盤を装備していた。トレモロを装備する300バイト、 鍵盤数を7件追加した368、鍵盤を軽く丈夫な樹脂製とした368、X といったバリエーションがあり、それぞれスピーカーを内蔵した400シリーズとしても作られた。この楽器はピアノというよりも音が減衰する、電子オルガンといった方がふさわしく、タッチの強弱による音量や音色の変化は起こらない。しかしながら、当時の機材としては軽量であったこと。 チープながらも暖かくローズピアノよりは、グランドピアノに似た音色やキレのいい、ハープシュコードサウンドが人気を博し、ジョン・ロード、トニー・バンクス、リック・ウェイクマンを筆頭に1970年代、中盤までは広く使われた。ジョン・ロードは、自分のハモンド C-3 に内蔵したほどである。マイルス・デイビスも、初期の電化バンドで使用しており、ワイト等のライブ映像で確認できる。 スパークスのロンメールは1970年代を通じてエレクトラピアノをほぼ唯一の使用楽器として愛用した。300シリーズ、生産されたほとんどのエレクトラピアノはここに属する。現在ビンテージ市場で見かける楽器のほとんどは 368X または368でごく稀に 300A や300バイトも見られる。400シリーズ、スピーカー内蔵タイプで 家庭用に開発された。非常に希少なモデル。600シリーズ、エレクトラ、ピアノロック SI コードというシリーズで、各鍵盤に八だけでなく4の音源も持つ。600A、B、668、668X というバリエーションがある。668X は、ディックウェイクマンが1974年から1976年頃まで使用。 DK-20、エレクトラピアノの次世代機として開発された。DK はデジタルキーボードの略で、文字通りデジタルオシレーターを採用。タッチレスポンスの他にエンベロープジェネレーター、フェイザー、フ,ーフィルターを搭載。音色は、リュート、クラブ、ピアノ、ジョー、フェイザー、チネ核2種から選択、もしくは組み合わせて使用する。専用のペダルには、ソステヌートスイッチが追加された。 RMA が開発した最後の製品となった、エレクトラピアノ以前の同種の楽器その他の RMA、ブランドの電子楽器、ありがとうございます。